エタリオは日本の競争馬。馬名の由来はエタリオを。うまく仕留めたとき、応戦するときに発する言葉。カチクラが未勝利戦のみにもかかわらず GI レース含め2着7回と構想していたことからファンに最強の一勝馬と呼ばれていた。2015年2月13日、北海道阿比町のノーザンファームで誕生。2016年のセレクトセール一歳馬市場に 上場され、G リビエールレーシング代表の森岡幸人によって8700万円で落札された。立党、友道康夫級車に入級。9月24日の新馬戦でデビューし、4着となる。2戦目の未勝利戦では、最後片追走から4コーナーで一気のめくりで、先頭に立ち、そのまま押し切って初勝利を挙げた。年末の500万下条件戦では、 直線で外からシャルドネゴールドにかわされ、2着となった。山歳初戦のバイ賞では、後方から追い込むも先行した名称鉄魂に花さ、及ばず2着となる。なお、このレースでは、直線で内側に車行し、3頭の進路を妨害。安城の和田隆二が9日間の起乗停止処分となり、本馬も平地調教注意となった。続く、雪柳賞では、早め、 戦闘から粘り込みを図るも、里の悪き揺に差し切られて2着に敗れた。格上挑戦で挑んだ、青葉賞では、ゴーホーザサミットに交わされてからもしぶとく粘り、3着、スーパーフェザーに花さ先着して4戦連続の2着と、し、東京優春への優先出走権を手にした。東京優春では、ヒューボーマンを安城に迎えたが、下馬評では完全な副兵扱いであった。 ボーマンは、調教に乗った感じと、今までの映像を見た感じでは、島を生かす競馬をした方が良いと陣営に進言し、前走までとは一転して、後方待機の競馬を選択する。レースは上位を先行馬が占める展開になったが、エタリオ一頭だけが、後方から上位争いに加わり、近差の四着に入った。しかし、最後の直線で外側に車行したことで、 ボーマンは9日間の起乗停止処分を受けた。秋初戦の神戸新聞杯では、ミルコ・デムーロと新コンビを結成。最後片追走から直線大外を追い込み、同級者のダービーバワグネリアンに半馬審査の2着となった。しかし、またしても悪壁が顔を出して、直線で内側に車高。デムーロは、課体金3万円を課された。2番人気に押された。 キッカ賞では、超スローペースの中、徐々にポジションを上げていき、直線入り口で先頭に踊り出たが、内側を吸追してきたフィエールマンに、ゴール前で、花さかわされてまとも2着に赤敗した。4歳初戦となった、日経賞では一番人気に押され、先端追走から、向こう正面で逃げる名称鉄鋼に並びかけたが、直線では、 逃げ粘る名称鉄ンとの差を詰められず3戦連続の2着となった。コバ2戦目は天皇賞に出走。フィエールマンに次ぐ2番人気に押される。レースでは最後方待機から直線の末足にかけるも道中のペースが緩んだことが影響し4着に終わった。続いて第60回宝塚記念に横山のりを安状に迎えて出走。12頭中6頭が G.I. バという中で、2016年ダービーバーマカヒキや2017年、サツキショーバーアルアインを抑えた4番人気となる。レースでは、後方大規策を取ったものの直線でバテてしまい、結果は、自身最低の9着に沈んだ。秋初戦の京都大将展は、本年の天皇賞で、フィエールマンと接戦を演じて2着に入った、グローリー・ベイズに次ぐ2番人気に押されたが、 直線で伸びをかき5着に終わった。レース後、安城の横山則博騎手は、もうちょっとラストは動いて欲しかった。ブリンカーを深くするなど、これから考えていかないと、と今後の課題を述べた。自走のジャパンカップも7着に敗れたが、安城の横山則博は、レース後に、この馬らしさを見せてくれた。スイッチが入った感じだったと語った。年末の有馬記念には10番人気で出走。 安城の横山則弘が前走以上の出来だと語っていたものの、レースでは展開が向かず10着に敗れた。日経賞で指導したが6着、天皇賞では10着と大敗。その後、レースに復帰することなく2020年12月10日付で JRA 競争馬登録を抹消された。引退後はベルサイユファームへ移動し、当初乗馬となる予定であったが、種子売りとなった。 一勝場ながら本賞金1億9570万円を獲得した本馬は1986年以降に JRA でデビューした一勝場の中で最高額の記録となった。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づくありがとうございます。